はい、ではお部屋紹介ということですね。今日は眺めからですね、ちょっと方向がわかんないんですけども、スクンビットの裏の方だと思う。はい、見えてるのが多分ね、下に見えてるのがそういうの23とかだと思います。近くに別のコンドかホテルがあるんで、そんなに開けてはないんですけどね、こっち側よく見えてますね。まあ、夜景もちょっとは楽しめそうだなということと思います。さあ、そして部屋の前景です。チェックイン時にちょっとトラブルがありまして、少し広い部屋にアップグレードしていただきました。ベッドは今回はね、連れの人と一緒なのでツインベッドということになります。そしてこのソファー、オットマン、テーブル、別のテーブルですね。やっぱりちょっといいホテルって感じがしますよね。はい、大きなテレビです。水が2本、ティーセットその他ですね。はい、冷蔵庫は空です。こちらの方になぜかコーヒーだけ、4つあります。紅茶がないんです。相当なコーヒー好きなんでしょうね。はい、そしてなんかバスタブがエロいところになりますね。いやー、ちょっとカップル向けなんですかね。カップル向けの割にはね、ベッド2台なのでいろいろあるんでしょう。シャワーとバスタブが別についてます。はい、洗面台こんな感じですね。十分広い、揃ってます。ここにも2本ありますね。ということは水は4本。はい、でトイレも広々、なんか見たことはないメーカーのやつですけどね、これはどう使うのかよくわからないウォシュレットかと思いきや、なんだこれ。あ、でもウォシュレットだな。ハンドウォシュレットが付いてるけど、ちょっとしたウォシュレットもあるとですね。はい、金庫があって、バスローブが良さがあります。傘があります。はい、十分だと思います。ここがですね、朝食付き1泊1万2000円2人でということで、なかなかお安いんじゃないでしょうか。はい、以上部屋紹介でした。はい、朝食、さすが5つ星ホテルの朝食ということで、なかなか豪勢ですね。こういうのがあるのは普通こういうの朝食じゃ出てこないですけどね、いい感じです。オムレツもエッグステーションでオーダーできて、まあ、あとパンとこんな感じですね。はい、じゃあいただきます。
はい、最終日、今日の夜の飛行機で行きますけれども、ホテルは昼でチェックアウトですね。よくあるパターンで、空港までまず行ってね、荷物預けて、どっかで遊ぶって考えたんですけど、ね、まあちょっとなかなかね、観光もしっかりして、体も疲れてますんで、昼寝どころを確保しました。この後ちょっと BTS でパヤタイまで行って、その近くのゲストハウスに泊まってですね、荷物置き場、それからシャワールームとしてね、宿を使いたいと思います。はい。で、その前にね、ちょっと溜まった洗濯物を昨日出してますんで、取りに行ってます。あ、それからね、昨日ちょっと紹介し忘れたんですけれども、ここのムーピン屋さん、なかなか美味しかったですね。ソイカウボーイから出てすぐのところにあります。夜これを、ちょっとね、小腹が空いた時とかね、夜ムーピン買って食べれば、本当にいいですよ。はい、こちら、パソクの交差点から、歩いて2分ってところですね。ランドリー屋さんです。ここね、ピックアップします。洗濯物を受け取りました。はい。エスプレスで120バーツ。そんなに重たくないんで安かった。これでも2日分ぐらいね助かるんで、これ行かないと今日の夜着替えができない。これぐらいの状態でしたね。まあ、それを、回避したということで、はい。それでは宿に帰りまーす。はい、パヤタ駅降りましてね、ちょっと出口間違えて、ホステルに着きまーす。靴脱ぐのこれ脱ぐ パターンか。ホステルのロビーと本当です。今人がいませんね。はい。ちょっと待たせてもらいます。